こんにちは。即歌塾の久保です。えー、タカさんからの動画が送られてきまして、いやね、私がね、タカさんに対して気になるところ、気にしているところ、まあこれをね、仮説を立てて、タカさんなりにお話してくださいませんかというふうなことで動画をお届けしたら、まあ1時間にわたる対策ができてきましたね。まあただ1時間なんですけども、まあ私の気になるところっていうのは、まあかぶってるところもちょっとあったんですけども、 まあ大部分がね、いや、そうではないんだけどなっていうところに <laughs> なっているかと思うんですよ。特に、私が気にしているところって、タカさんのね、期待度、それからこれからの10年後の姿っていうところももちろんあるんですよ。そこはもう合致していたんですけども、ここは危ねえぞみたいなね、気をつけるところっていうところも気になってるんですよ。それは、うまくいってほしいということもありますし、実はですね、タカさんの入った世界っていうのは、 思ったよりも厳しいというところなんですよ。もちろん私から見るとね、吉田さんから見ても、ナミさんから見ても、厳しいところを通り抜けると楽チンなんですよ。楽チンはなぜかというと、この世界やることは単純なんですよ。で、簡単なんですよ。だけども、単純で簡単なことを抜け切らない人がいるから、だから参入障壁が高くて、 そこを抜けたら安泰ということとなんですよね。安泰というのはこれまたね説明するともう何もしなくてもいいよみたいな形じゃありませんもうやることが見える人と見えない人がいて見える人の部類に入れるから安泰なんですよほとんどの人は最初にちょっとした成功体験をあの積むわけなんですよ例えばネットビジネス世界に入って商品が売れました50万100万儲かりました やったー中にはね、300万儲かりましたみたいなことを最初に体験しちゃうんですよ。でも、はっきり言って、この体験っていうのは、間違った体験になる可能性があるんですよね。それはなぜかっていうと、やっぱり新しく出てきた人って、売れやすい部分はあるんですよ。売れやすい部分が何であるかっていうと、ノウハウコレクターがいるからなんですね。とにかく、この人にお金を払えば、儲かるかもしれないと。 何かをしてくれるかもしれないと。黄金の手法を教えてくれるかもしれないというふうに思っちゃうんですよ。ただ、こういうふうなね、何々をしてくれるかもしれないっていう思考がある限りは、これはね、稼ぎ続けることは難しいんですよね。稼ぎ続けるってことです。毎月コンスタントに100万円以上の利益を上げる。難しいように見えますけども、実はこれができないと、結局は、 75歳まででずーっっととそれを続けることになっちゃうんですよつまりはコンテンツを作ったり情報発信をしたり儲かるネタを探したりそれはそれはね本当に過酷ですよというのが今月の売り上げが立ったけども来月どうすんねんって形なんですよえ特にねアクセスを集め続けることができない限りは同じ人に同じものを売らないといけないのでその人のリピートしてくださるお客様の負担っていうのはねとてつもないんですよね でしかも、そんなにたくさんは買ってくれません。というのが、購入するにしても、まあ、年に1本、2本が限度なんですよ。まあ、多くの方の収入のことを考えてみると、そのうちの1割出したら、もう、それでもう、次は厳しくなっちゃうんですよね。うん。まあ、この辺ね、あんまり細かく言うとね、また話長くなりますので割愛しますけども、気になるところっていうのは、一つ前回の、 サムネイルタイトルでもお届けしたように樹木の木のようにねどんどん育っていって10年がかり20年がかりでどうなるのかなっていうふうに小さな双葉に対して水をかけてるような感覚もあるんですよただ同時にですね本当に育つだろうか害虫はつかないだろうか台風や災害に見舞われて倒れたりしないだろうかっていうふうな気にしているところもあるんですよね、まあ、特に最初のうちに 成功体験を積んでしまうと、それが間違った成功体験になってしまうのか、うん、それを繰り返せばいいというふうに考えてしまうのか、まあ、様々なんですよね。常に視聴されている方、見ている方、聞いている方が、どういうふうなところに迷い、どういうふうなところに困り、どういうところにつまずいているのか、これを情報発信の中に混ぜていかなくてはいけないんですよ。そうすることによって、動画を見ている人は、 おこれはもしかしたら自分の悩みに答えてくれる人なのかもしれないと言って次の動画にも期待してチャンネル登録をするわけなんですよねでもチャンネル登録をせっかくしたのに自分の期待してることが「あれあれどっか行っちゃったの?」みたいになると大きな失望感喪失感があるんですよそしてチャンネル登録を解除してくれればいいんですけども解除せずにそのまんま動画を見ないっていことになっちゃうんですよ そうなると動画を発信をしている方はチャンネル登録が増えたように感じるんですけども実際は幽霊員、見てない人が増えてるっていうね、うん、わけの分かんない状態になっちゃうんですよ、まあ、ですんで動画の解除をしてくださいというふうにアナウンスした時にそもそも動画を見ていななければ解除ししかったりするでしょう同じように商品のセールスをバーンとしたんだけども再生数が思ったより上がらないし上がっても購入に至らない っていうのはどういうことかっていうと、再生はされたんだけども、離脱も早かったみたいなことも考えられるんですよね。ですんで、動画の発信のアナリティクスっていうのが必要になってきます。まあ、そういうことをね、一つずつ積み上げて、ビジネスっていうのは公式ですから、その公式をきちんと守っていれば、大きくブレることがなく、回答、つまり売上げにたどり着くわけなんですよ。で、これがつかめたときに、参入商品域を超えて、まあ、安泰というところに来るんですよね。だから、安泰といっても、 作業がなくなるわけでも自由になるわけでもあんまりないんですよ。むしろですね、その安泰の世界に入ると自分の仕事やミッションが例えば YouTube なら YouTube に集中するわけなんでむしろ YouTube 以外にをあ、あと何、y o u t u b 以外をね、置き去りにすることも出てくるんですよね。あとはそのバランスでしょうね。うん。やっぱりね、毎日毎日動画ばっかり撮っていたら 今度は本当に大切にするべきな家族の時間っていうのが取れなくなってくるんですよね。あ、それからね、家族以外にも、うん、大事なことね。それ、お金のことですね。うん、あの、ネットビジネスをチャリーとか、私もそうなんですけども、勘違いすることが結構起きてくるんですよ。どんな勘違いっていうと、自分で稼いだお金は自分のものだっていう感覚なんですよね。で、えー、貯金を見て、 自分の貯金だと思っちゃうんでですよでも家族がいる場合は家計なんですよね自分が稼ごうが誰が稼ごうが口座に入っているお金っていうのは家族のお金なんでやっぱり家族の納得いくような方向に使うべきだしもし家族の中で納得いってないメンバーがね家族がいるとしたらあやっぱり許してもらわないといけないのかなと思いますよねこれはまあ私の考え方でしかないんですけども実際に稼いだ人 もしくは、サラリーマンとして給料もらってる人。家計だっていう考え方があんまりないんですよね。でも、会社をやってるとよくわかるんですけども、誰が稼ごうが会社のお金なんですよ。ですんで、社長が自分の権限で勝手に使うと、背任とか横領になるんですよ。これはすごく筋が通ってる話で、社長の判断がもし間違っていれば、社員全員が路頭に迷うってことになっちゃうんですよね。何の間違いもしていない社員が巻き込まれるってことになるんですよ。 だからこれを家族に置き換えても同じことが言えるかなと。家計という考え方がない限り、稼いだお金を自分のものだと思って、気がついたらね、お金がなくなっていた、借金まみれになっていたみたいな感じで、家族の可能性とか将来を積んでしまうことになるんですよね。うん。だからそこはね、とっても危険なことだろうなと思うんですよ。やっぱりね、あのー、前回、うん 送っていただいたかさんの動画の中で最低限の暮らしができればいいっていうふうな思いがあったと思うんですよね。これ他の方もねたまに言うことがあるんですよ。自分は贅沢は望まないんだけども最低限の暮らしができればいいんですと。家族と一緒に過ごして食うに困らずにそして少しだけ貯金ができてたまに旅行ができるみたいなね最低限の暮らしと。いやしかしそれは自分一人の思いであって。奥さんや 子供たちは最低限の暮らしでいいと思ってるのかなってことなんですよ。しかもその最低限の暮らしっていうのは、どこが最低限なのか、家族で話し合って確認してるのかなってことなんですよ。最低限の暮らしだと、万が一のことが起きたり、物売りだった時にもう手遅れになっちゃうってことなんですよね。だから最低限の暮らしの中に、余力ってものを積み上げていく。 そういったプラスを入れていくのはどうかなと思います。例えば、最低限の暮らしを送るために必要な金額が30万だとしたらね、年間で360万です。ワーキングプアと言われる人の給料と、まあ、どっこい,いなわけですよ。そうすると、75歳まで30万円を稼ぎ続けたとしても、家族には今以上の可能性っていうのはもう見出せませんし、親の介護の問題でもお金がないってことになっちゃう。 子供がね、もし成績優秀になって、ちょっと海外に留学したいよとかね。うん。それから、留学まで行かなくても、ちょっと部活で剣道部に入ったんで、えー、いろんなお金がかかるんだよとか。とで、えー、バスケ部に入って、地区大会で優勝したんで、全国大会に行く旅費がいるんだよって言った時に、どうするのかってことになっちゃうんですよ。ですんで、最低限の暮らし、それを求めるのは、まあ、まあ確かに自由なんですけども、 もう一つねちょっと頭の隅で入れておきたいのは最高の暮らしを求めることになった時に最低限の暮らしでいいんだろうかってことなんですよねで私の一つの基準として月収100万は自分でフリーランスとしてもしくは自分で一人会社を作った以上は月収100万ってのはあの目標値じゃなくてスタートラインだと思うんですよ月収100万つまり年間で1200万 どのぐらい税金がかかるかってこと。それから、住民税も当然上がります。1200万で、ざっと見て、だいたい600万が手残りなんですよ。しかもそこに予定納税がかかってくる可能性もあります。そうなってくると、私の感覚だとね、今までずっとやってきて、ざっくりとした感覚です。8割ぐらいがなくなるんですよ。使ってもいないのに。いやー、こんな感覚ってありますかね 私はね、やっぱりこう、自分で所得を上げてきて思うんですけども、稼げば稼ぐほど金はたまらないなっていう感覚なんですよ。だからむしろね、月に30万入ればいいかなと思ってると、税金で持ってかれる効果が低いので、結構いけるじゃんと思っちゃうんですよ。でも、月収100万とか取ってみると、案外残らないですよ。うん。月収200万。 これもね案外残らないんですよ。多くの方が言われるのは月収300万以上だとバランスが取れてくるっていうような形なんですよね。でも月収300万ってなかなかね何年も何年も続かないんですよねこれがねいや。相当ビジネスに特化していかないともしくは継続課金を取っていったりとか自分自身が有名になってそれこそオンラインサロンで、ね、会員が1万人とかにならないとなかなかいかないんですよね。 そう考えたら中堅か中堅以下でとどまることを考えるとねあこれはちょっと3年後5年後が想像できないなってことになっちゃって木が育つ前に枯れてしまうってことにもなるんですよね <laughs> そして私たちお父さんの木には枝にぶら下がっている木の実つまり家族ってものが重くのしかかってきます家族の家族も無視できません 奥さんのお父さんお母さんのことを無視できないですし生まれてきたね子供たちの,その人間関係これもある程度抱えていくことになりますんでねまあそういったいわゆる懸念点ですね気にしているところこのままで転ばずにいけるんだろうかというところですなんでこんなおせっかいなことを言うかっていうとこう考えてください今回私はですね速塾の アカウントからでもタカさんのことを紹介してます。そしてタカさんが近々セールスをかけるってことが分かっています。そのセールスに私の即下塾の生徒さんが参加して購入する可能性があるんですよ。タカさんのサポートを当てにしてですよ。それはそんなに悪いことではないと思います。ただしこの件に関しましては次回のね動画でもさらに深刻な点をお話ししなければなりません。まあ、それは次回の動画に置くとしてタカさんもね ドリアカ星のことをお預かりするそっか塾塾生さんのことをお預かりするそしてナミさんの視聴者さんをお預かりする気持ちでサポートしていくと言っていただきましたけどもでもタカさんの暮らしが行き届かなくなったときにサポートはね今度は不可能になるんですよねそうすると思いを込めて購入してくださったそういった私たちのリストから生まれたお客さんのまた サポートを失って路頭にに迷うことになるんですよねつまりですよつまり私たちはこうやって情報を扱って商売をしてますんで私たちが立ち行かなくなってサポートが不可能になりました余裕がなくなりましたってことは許されなないってことになるんですよねだからサポート期間ってのをなるべく短く設けてまあいいとこ3か月っていうふうにしちゃうんですけどもナミさんも吉谷さんも私も 障害サポートに近いことやってますんでね。だからそれに対して、コンテンツの購入を決めてくださる方、まあ、いると思うんですが、3ヶ月とかね、6ヶ月というふうにサポート期間を決めちゃうと、今度はね、運営してる方は楽なんですけども、でも、サービスを受ける方としては不安でたまらないんですよね。だからこういうことも、まあ、塾運営していく中で、 私は考えてきたかなってことですよね。私はですよ。だから高さんがどうするのかってことは気になるなぁと思います。もちろん、高さんの決定は高さんの責任でやることなんで、それはないよ、それはおかしいよというつもりは全くありません。自分の運営スタイルを高さんに押し付けるつもりもありません。高さんが今、指導を受けてるのは、吉田さんだと思いますので、吉田さんがね、こうすれば、ああすればっていうのうなアドバイスを高カさんが求めて、えー 得られるようでしたら、まあ、それを従うのが一番筋が通ってると思うんですよね。うん、ただね。やっぱこう人にはどれが自分の丈に合ってるかってことを確認しなければならないことがあるんですよ。自分の信じている。先生がいます。まあ、例えば格闘技に例えるといいと思いますけども、自分の体格とか体力で柔道を習いました。で。 柔道ってのはこういうもんだっていうふうにねいろいろ教わって確かに力がついたんだけどもいまいち抜きんでることができなくっていい経験を積んだんだけどもまあ中堅で終わってしまったというふうなねそういった方がいるとしますでも仮にですねその人の適性が空手にあった場合空手の先生について教わった方が全国大会出場とか大きな結果を残してるかもしれないんですよですんで自分にはどんなコンサルが マッチしているのか自分にはどんな師匠との組み合わせがいいのかもしくは弟子との組み合わせがいいのかこれはね探りながら行かなくてはいけないところかなと思いますたまたま出会った人が自分にパーフェクトだったってことはあんまりないんですよねまあ、ですので複数の講師ってものを掛け持ちする瞬間もあると思いますしその上で今はこの人なんだ次がこの人かもしれない最終的にはこの人と一緒に学んでいきたい っていいうなな段階をるることともあるのかなと思いまだ、まあ、今回動画でさまざまなことを申し上げましたけども、うん、まとめるとね気になる男の一つの側面としては確かに樹木のように育っていく期待させる部分があるいやすごいな高さんないいね応援したいなって思える部分があるんですけどももう一つはですねここは大丈夫かなとこんなことでいいのかなっていうふうに気にしている部分があるってことなんですよ。 ということでねタカさんに対して私が今度はどんなことを気にしてると思いますかっていうところをね謎かけにして今回の動画を終わっていこうかと思いますもちろんこのやり取りの全てはタカさんのプロモーションが成功するために緻密に計算して1話1話1話と積み上げてるものなんで別に私のね興味好奇心のまんまにお話してるっていう話じゃありませんその辺誤解なく進めていただければと思います 再生数は徐々に減ると思いますが、その代わり減った人数は濃い関係性を持って、タカさんに興味を持っていることだと思います、えー。ぜひね、前回1時間ぐらいの動画で、さすがにあれはね、ちょっと見てる人は少ないと思いますけども、うん。まあでもね、あれを見た人ってのは、もう相当タカさんのファンになってるってことじゃないですか。はい、ということで今回は以上でございます。動画をご覧いただきましてありがとうございました。タカさん、グッドラック。またメッセージ待ってます。